携帯の電源の切り方が分かんない人がめっちゃ多いと長押しして Siri が何回も聞こえてたけど、Hello there! 始まりました。マジェスチャンネルです。今回はですね、第239回トイック公開テストをですね、受けてきてですね、思ったことというか、そこで起こった事件とかですね、それについて話したいかなと思います。まあ、大きな事件はなかったんですけど、まあ、それでも、まあ、何かしら一回ですね、このトイック受ければですね、起こるので、まあ、それはそれで、毎回面白いは面白いんですけど、今回起こったことをちょっと話そうかなと思いますね、いろいろと。でまず、気づいたことが結構あったんで、そこを話そうかなと思うんですけど、今回のですね、試験監督はですね、めちゃくちゃなんかね、偉そうな人でね、ベテラン感をすごい出してるんですけど、でもすごくですね、喋って、まあ、ほら、緊張してるとミスるじゃないですか。僕もこの YouTube チャンネルよく言い間違い多いですけど、ですね、受験官の中も試験官のこの、ですね、受験官とか言っちゃったりして、ね、試験官の言い間違いが面白かったですね。いろんなミスをしてたんで、すごい偉そうなんですよ。めちゃめちゃ偉そうなんですけど、ミスがすごく多くて面白かったですね。まず最初、そうですね、こう入る時から立ってんですよ、ドアの前に。ドアの前っていうか、教室入ったとこにすぐ立ってんですね。で、もう、受験番号わかりますかってですね、ご案内いたしますとかって言ってですね、この場所を説明するんですけど、その人がですね、その列に立ってるせいで、でそこの列の前に立ってるせいで、そこ通れないっていうですね、まず通れなくて、僕が通れないみたいなですね、ことが何回かあって、そしたらトイレ行って戻ってきたら通れないとかって、ちょっと変な人だなと思ってたんですけど、白かったのは、試験始まる前に音テストがあるんですけど、その音チェックするじゃないですか。で、最初にですね、日本語の方でですね、ただいまから音テストをしますみたいなんですね。で、その後に英語のですね、音声が流れてチェックするんですけど、ただいまから音テストを行います。この会場の音量音質は事前にチェックしておりますの、おますが、なんとかかんとか毎日なんかあった人は言ってくださいみたいな放送が流れますね。で、その放送が流れた後に英語が流れる前にその人を止めちゃったんですよ。止めて、今の音量で問題はございませんでしょうかとかってですね、いや、音テスト始まってないからっていうですね。で、はぁみたいになって、みんな、はぁみたいになって、で、途中で気づいて、あぁ、いやみたいな感じで、で、音テストが始まって、で、音テスト始まったら、やっぱ案の定ですね、聞こえませんみたいなのが出てくるんですよ。そう、音テスト、会場の音テストを事前にチェックして、これ英検とかもそうなんですけど、事前にチェックしてても、それ人間がいない時にチェックしてるわけですよ。どういうことかっていうと、実際はこの試験会場に受験者がいっぱいいるじゃないですか。その受験者がいっぱいいる中で、で音を流すのと受験者が誰もいない中で音を流すのだと全然違うんですよ、音の大きさって。なぜかっていうと人間って音吸収するんですよ。だからこの後ろの方は小さく聞こえちゃうわけです。だから音テストの時にああこれでいいかなって思った音よりも小さくなっちゃうんですよ、実際はですね。なんでこれ英検とか受ける人ですね、トイックとか小さいですって勇気を持って言えるようにしてくださいですね。で、今回もですね、じゃあ席移動してください。そうなんですよ、最近音量上げてくれないんですよですね。じゃあ音量を上げますじゃなくて、ではですね、この聞こえづらいですって上げた人前に来てくださいっていうのはもう最近のやり方ですね。なので、その移動とかですね、この、まあ多分移動できる席がなかった場合ですね、もう多分、音量を上げるしかないんだと思うんですけど、なんか上げてくんないんですね、最近ね。なので、この辺のことも気をつけてですね、ぜひ受けてもらえればなと思いますね。はい。あとはそっか、傘、そうそう、今回ですね、雨降りそうだったんで、傘があって、で、傘立ててじゃいけないんですよ、トイックってね。で、必ず傘をですね、横にですね、この、寝かせないといけないんですけど、ですね、傘を立てている方はですね、試験中に、ですね、何て言ったかな、試験中に倒れますので、って言ったんですね、もう必ず倒れるですね、前提になってますね。倒れますので、倒れることがあるのでじゃなくて、もう倒れますので、どうなんだ試験中に絶対倒れたなとかですね、まあ、いろいろ気になりましたね。通路側に荷物を置いてる方はとかですね、どういうことなんだろうと思って、通路側に荷物を置いてる方は試験管が通りますので足元に置いてくださいって言ってたんですけど、関係ないですね。通路側とか言ってますけど窓側に置いてる人もダメです。その窓のところも通路なんで、窓側だろうと試験管ずっと通ってましたよ。
ですね。なんで、これですね、変だなと。足元でもないです。奥の足元ではなくて椅子の下です。はい、これも、経験上何回も知ってるんですけど、足元っていう人はもうですね、なかなかいないなと思いましたけど、いやでもすごい厳しい人だったんで、もうですね、ちょっとどかしなさいとかですね、すごい、試験終わった時に、ですね、ペン、ですね、置かない人いるじゃないですか、鉛筆置かない人も、起きなさいみたいなですね、置いてください、筆記用具置いてくださいみたいな、何回も言ってましたね。最終的にもう降りてって、なんかやってましたね、起きなさいみたいなですね、すごい人でしたね。で、もう一個すごい気づいたですね、ああ、なるほどなってことは、日本だなって思ったことは、ですね、携帯の電源の切り方が分かんない人がめっちゃ多いってことですね。いや気づかなかったですね、こんなこと。全然意識してなかったんで、周りをその電源切ってくださいって言った時に別に周り見てたりしなかったんですけど、今回、Android でも、Android でも iPhone でも切れない人がいるんだなってことが分かりました。だから斜め前の人がもう Android どうやって切ったらいいのか全然分かんない状態で、で、さらにその斜め前の人は iPhone でどうやって切ったらいいのか分かんなくて、ずっとですね、長押しして Siri が何回も起動しましたけど、こうやってやってましたけど、うん、切り方分かんない人いっぱいいるんだ。で、その場合は預かりますって言ってんですけど、言わないですね、やっぱね、みんなね。恥ずかしいのか何なのか預かんないんですよね。なので、みんな分からずに結局もうそのまましまっちゃうってなってましたけど。そうなんですよ。だから、そうなんだ、電源の切り方知らない人っているんだなと思うんですよね。韓国でこういう公開テスト受ける場合っていうのはもう預けなきゃいけないんですよ。ですね、携帯でも預けるんですね。だその辺の違いもあってですね、面白いな。そうですね。いずれ、韓国での受験のやり方は説明しようかと思います。動画で。全然違うんですよ。日本とシステムが全く違うので、ですね、受けた時にびっくりする。受け付けの仕方も全然違うし、手順も全然違うんですね。当日のですね、手順もですね、かなり違うので、ルールも違いますね。世界的なテストと言ってる割にルールも違ったりするので、その辺のこともですね、いずれ話そうかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.